話がありますけど、バルセロナ、バイエルンに勝ですか、勝てますかってことかな。ね、昨日ゲーム配信でね、言ってた人いてそうだなと思ったんだけど、ね、ミュラーが本当のバロンドールを次のバルセロナ戦でね、教えてやるみたいな。うちのレバンドスキーを見せてやるよみたいな。覚えとけバルセロナみたいな感じで言ったけどさ、もうメッシバルサいないっていう。それパリとの時にそのモチベで来てくんないかなっていうね。ただね、バイエルンはバイエルンで大変そうだよね。ミュラー知らないんじゃね？バルサからメッシ出るわけねみたいな。FIFA の前作のやつやってる。みたいな感じでありがとうございました。今後とも、レオザスポーティビよろしくお願いします。ね、最後まで見てくれてありがとう。というわけで、またね、みんな。いいね、チャンネル登録して帰ってね。バイバイ。希望で満たしそう洗脳と基準じゃしそう気合と根性空根っこでもそれしか言えないのは師匠武者は経験から賢者は歴史から敵味方関係なく学べ